どうもピオキングです。今日はこのコースやっていきます。ジットローリーライドトゥーチープシティ、騙される安い街へドライブということですかね。で、余談なんですけど、さっき日本一辛い唐辛子を入れたうどんを食べたんですよ。いや、そういう辛いやつって喉に刺激を与えるから良くないらしいんですよね。じゃあ食べるなよ。今からトロールコースをするっていうのに全然プロ意識がない。まあいいですよ、僕の喉はめったに壊れないぐらい強靭ですからね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.24%。 いや、僕マジで激辛物が好きでさ、で結構前に喉を悪くしたことがあって病院に行ってきたんだよね。先生、喉がマジでなかなか治んないんですよ、どうしたらいいですかっつって、そしたら先生から「ピオキングさん、昨日何を食べましたか?」って言われて「辛ラーメンです」っつって。そしたら先生から「それ治んないですよ」って言われましたね。さあ、ここのブロックを壊して、開幕サッカーだー。で、先生からさらに追い打ちを食らったね。本当に直したいんですかつって、はいつって、マジシュートだったからね、僕。しかもさ、怖くて先生に言えなかったんだけど、その辛ラーメンに追い打ちをかけるように一味をぶっかけ、もう言えんくらいさらに1位まで入れましたっつってさ。で、これは何、ラン、ドンとジャンプ、ジャンプをすんなって書いてたね。え、ジャンプするところとかあったっけ。まあいいや、この10コインを取ったら石打ちがなんか降ってくるんじゃねえの。でもそれはかませませんけど、ここのドンとジャンプの意味がわかんねえな。もしかしたらさ、ここでジャンプしなかったら先に進めますよみたいな。違うんかい。もういい、ここのドンとジャンプは無視で普通にジャンプして先に進もう。いや、そういうね、先生とかの言うことを僕一切聞かない人間なんですよ。じゃあなんで病院で行くのかっていう話だよな。めちゃめちゃ無視しながら食べたいもん食べまくってるからね。君はそっちに行くのね、そんぐらいよくれますよと。で、キノコがいる、絶対このオンオフをしたらこの上から降ってくるんだろ。いや、分かってる分かってたのに。そもそもよ、ここにレールがあるからキノコ取るの難しくないか。いや、すげえ簡単だったわ。いや、今日のコースね、初めての方だからちょっと大丈夫かって心配になってる部分があるんですよ。いや、お前の方が大丈夫かって言われるのは分かってる。でもね、コースの怒り具合と僕の怒り具合がちょうどマッチするじゃん。そしたらいい動画になるんだよな。知るかよそんなの。え、あそこ叩いてよかった。あ、にいけるか。よし、これ超えられるんだ。さあ、このハテナブロックは何と思ったらフラワーチャマが出てきましたよと。おっと、ここは何も引っかかってないんでねえの。さあ、土管に入って中間ポイントはまだまだないね。で、このツタは何、ツタ捕まっておこうか。特に何もない。右は羽が出てきた。え、これもしかして上、うわ、やっぱ羽いるよな。もうエラペラペラ。今日のコース意外と優しいのかもしんないね。いや、前回の動画がめちゃめちゃ鬼畜なコースだったじゃん。だからちょうどいい箸休めになりそうですわ。まあ、箸休めといったら僕の絶叫もたまには休ませなきゃいけないのかなと思いますけどね。っていうかさ、僕雑談多くね、いつも思うんだけど雑談ばっかじゃない。たまにはさ、右行ってやここのブロック叩きのは無機物が落ちてきたみたいなさ、ちゃんとした実況もしたいのよ。雑談多くね。で、これさ、右と左絶対どっちかあるって隠しブロック。で、ブラバが出てくんだろ。こういうの怪しすぎだよ。下はないのね、ここが問題なんだよな。こういうの方か。いや、そういう風に実況していくのは簡単なことなんですよ。でも僕のアイデンティティがなくなるっていうか、つまんねえというアイデンティティがな。さあ、行くぜマリー、スーパーミラクルローリング、ミラクルローリング、サンダーミラクルジャーッ。なんでっていうかさ、今スコア出なかった、2000点みたいな。ていうか、まだやられてないんだ。あ、ドアがあったよ。もしかして、やっぱ中間だよな。見逃さなかったぜ、2000点というスコアな。やめてこないで、バブルちゃん。ここまではさすがに戻ってこれないよな。いろよじゃ、右のブロックもしかしたら開くのかな。その上にブランコがちょっとあるの見える、あれ落としたらなんかなりますみたいな。特に何もない。なら上に行かせてもらいますよ。これで先に進めるんでしょうね。なんだお前、上のブラパが怖い。なんで出てきたの。あの子の出現条件がわからない。今度は出てこないのかな。なんで出てこないの。出現条件がわからない。まあいいか、先に進んだぞ。これ何をすればいいの。あ、この同期野郎が。なら、ここは左押しっぱでいいんじゃない。でも土管に戻されてしまうから、ここで左押しっぱで、ここのバネの氷の、いやいやうわうわうわもうね、喋れないの。
どうすればよかった、ここは何が出てきた、右に逃げればよかったのか。バーネ、お前は邪魔するな。バブル、あなたも邪魔するんじゃありませんわよ。ならここは左を出発してみようか。下に降りる以外ない。ならまたスーパーミラクルローリングサンダージャンプだ。言うのめんどくさいな、スーパーミラクルローリングサンダージャンプって。どこに戻してんだ。いや、ここに戻されたのは全然いいんじゃない。で、下に行くでしょ。で、アイテムいらんが出てきますみたいな。いや、絶対そう、絶対そう。いや、いや、お前はなんだ。ナイスだけ。いや、だけじゃないね。もう猟犬だよ、あの子は。さあ、ここで中間待って、下に落とさないで。え、何これ、もしかしてチェックポイント1に戻すとか、そういうことはなさそうだね。あの我慢が投げる鉄球で針の方に行けということですか。まあまあ、これは飛ばそうか。思ったより中間に早かったね。まあそんなことより、もうすぐゴールデンウィークですよ。ゴールデンウィークはダブルまで。ゴールデンウィークにね、何をするのかっていうのをみんなに聞きたかったわけですよ。僕は韓国に行ってきます。動画で言うの3回目ぐらいじゃない。いや、マジでね、そんくらいぐらい韓国行くの好きなんだよね。まあ何をするかって言ったら、ちょっと怖さーい。ライブとかでも結構行ってるんですけど、僕ね、美容系のことがマジで大好きなのよ。っていうか、なんで今度は落ちてこないの。だから肌をきれいにしに行くのが目的っていうか、まあいつまでたっても清潔感のある男でいたいなと思いますよ。さあ、ここはどうすればいい。下で待ってる。あっさー、もう雑談なんかいい。ちゃんと真面目に実況していこうじゃないか。お前の肌のことなんてどうだっていいんだよ。下に、大丈夫、言い出すなよ。で、上に行っちゃっていいのかな。50コインの方は僕行かないよと言いながら通ってみせるのが私なんです。そしてこの砲台、絶対に上に来る。まあ、どうしようか。あのドッスンを移動させて砲台を動かす、そっちの方がいい。なんか出た。左に行くことはあってはいたんだ。ただこの玉井早玉井早ちょっと前も似たようなミスしたな。ちょっと、なんで僕は速い球って言えないんだろうな。玉いパヨとか玉い速い、そういうミスり方をしてしまうんだよな。ブラックパックもさ、ブラックパッパンパンみたいな感じする。これ右上隠しブロックあるんじゃね。いや、ないの。このまま進んじゃっていい。おう、どうするこれ。もうしてみようか。あっち、なんか今日ごめんね、変な雑談が多くて。まあコメントでもよく言われるんですよ、中身のないしょうもねえ動画だなって。まあ、全く気にしてませんけど。でさ、やっぱりあのブラパンところ怪しいと思ってた。これは何、アイテムを取らないでこの針に当たれてか。いや、これむっちゃ、これふざけない。そんなことなかったわ。知りたい球めっちゃ食べれた。もうね、知りたい球をしまくってて、めちゃめちゃ知りたい球が上手くなってんのよ。せっかくの取れ高なのに、取れ高でも何でもなくなってるっていう。まあまあいいことだよな。でこれ何、もしかして間違い探しみたいな。いやいや、面白そうじゃねえか。なんもないんかい。なんだよこれ、右の針に当たるだけってか。左はニヤニヤしてんじゃねえ。この上に行っちゃいけないっていうことは残り一つ、この場所しかないよな。なんか嫌な予感がする。めちゃめちゃ嫌な音楽が流れてる。こっちも知りたいけどか、そういう場所じゃない。え、このビッグコイン取っちゃっていいの。うわ、このバネの下さ、絶対隠しブロックあるって。でも先に進めると思うけど、見たいよな。どうしよう、ここで罠に引っかかったら僕の勝ちでいいかな。はい、あ、なんかある。こんな見え見えの罠に引っかかるなんてどうかしてるぜ。でも気になっちゃうよな、どうなるか。さあ、ここは最初の場所と思いきや、そうではないよ。左にさ、スタートの時の矢印があるじゃん、あれがなかったもんな。だから違う場所、ブヤー。こういうパターンはだいたいゴールが近い時だ。そうだろ、右のブロックが開いたらゴールがあると思います。さあ、開けてくれ。ゴールはまだノー。いや、ノーじゃない、ノーじゃない、絶対にノーじゃないはず。こっちで合ってる、だってこっち道かって行きなかったもんね。こっちしか行き道なかったもんな。中間ポイント1じゃん。本当に中間ポイント戻しなのかい。いや、まだ分かんない。このドアに入って右のブロックが壊れる、そしてゴールがある。そうだろ、頼む、ゴールあってくれ。ここ開くんだろ。よし、しゃ本当にゴールあった。で、Bスイッチを踏む、そして下からゴール。なんでそんなところで B ブロックがあるんだよ。じゃあ上から行けってか。これ絶対さ、オフやっぱり変わっちゃうよな。そうなると思ってた。下は下から行って、おー、変えてくれと。じゃあ、向かいに入っていきます。結構遠回りさせてくれるね。で、この記録を取ればいいのかい。取らないで行ってみる。取ったらダメなような気がする。
あの青いトゲメットは取らんでも大丈夫。さっきわかったもんな、それで。そしてこの上はトゲゾーンは取らなくちゃいけない。そうだろ、わかってんだよ、そんなことは。しゃあ、きた、いける。なんだこれが本当の中間話か。やったいや、中間ポイント戻しかと思ったからめちゃめちゃ嬉しいわ。で、この制作者さんのトロールコース初めてするんだけど、他にもたくさんあったんですよ。だからいつかまた他のコースもやっていきたいと思います。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース。は、え、いけるの。いや、ちょっと違うな。いけるのの後にびっくりマークとハテナがめちゃめちゃあるじゃん。だからいけるのをもっと本気で言わなくちゃいけないと思う。ちょっとやり直させて。いけるの。何やってんだコスメで。で、説明文に 100% 無理って書いてるんですよ。まあこのまんまだったら無理ですよね、ブラバがゴールに重なってるから。だからどっかにパンブロックがあるっていうコースなんじゃないかな。ただそれだけだったらこんなにクリア率が低くなるかなと思うんですけどね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.43%。まあ謎解き系のコースだと思いますよ。で、サムネを見た感じブラパが全部ゴールに重なっちゃうように見えたけど、コース始めたらちょっと下がるよね。ほらほら、え、あのゴールボールに触るのがそんなに難しいの。こんなの一発でクリアしちゃうって。サマリ行こうか。やったっか。なるほど、普通のジャンプではいけないと。ただ3段ジャンプすれば簡単にいけるんじゃないかな。いや、意外と狭くてむずいのよ。3段って結構距離が必要になってくるじゃん。ただ次は成功させてみせるぜ。きた、待てよ。今ゴール完全に触れちゃったやんね。上に行ったらダメってか。いや、それ以外にゴール方法ないんだけど。一旦ブラパ越えてみます。右側になんかあるとしか思えないね。この上らへんになんか、やっぱり隠しブロックあったよな。で、ヨシコ、ヨシコが手に入ったのはいいんだけど、で、上にドッスンがいない。あ、ハテナブロックあるわ。これさ、もしかしたらパンブロック降ってくるんじゃない。スター、いや、スターあったところでないな。これ完全にゴールしようやんか。おかしいって。なんでゴールできねえの。上は、上は特に何もない。こっち側はパワーブロックは見つけちゃいました。じゃあこのまま一旦ヨシコのところまで行こうか。邪魔。これさ、パワーブロックを手に入れるためにスターの勢いが必要になるかもしんない。だからこっから走って、んー、どの辺だった。見えねえな。ここか。いや、全然届きそうじゃなくない。こっからジャンプしても、うわ、全然届かんわ。あと1マス、いや2マス足りないからさ。だからここで、ちょ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 待ってヨシコ。下から叩いて無理なら横から行くまでよ。ここで最大ジャンプして、ここから全然届かない。ヨシコ、なんでどこにいんの。降りなさいヨシコ。そこ行くの難しいんだから、せめて左に落ちてきてくれよ。サンダちゃん、行けるか。やっぱ下からなんかな。こっから思いっきり勢いつけていけばパワーブロックに届きますみたいな。いや、無理だわ、もう届かないのよ。もうこれが違ったら僕はもう分かんない。教えてよ、あた、教えろ。なら残された道は一つ、隠しブロックがまだどこかにある。プロペラとかね、まだどっかに隠されてそうな気するんだよな。この辺とか怪しくない。いや、ないか。ヨッシーに乗って探せみたいな、そんな感じなんかな。ふざけるな。こんなのないじゃん。もうさ、言葉が出なかったですよ、僕は。パブロックがシューって。こんだけかって、今まで苦労した時間を返してくれよ。まあ、オチとしては最高でしたよ。素敵なコースありがとうございます。そしてご視聴ありがとうございました。